それ。ジュース下に置いてる。だって置く場所がなかったもん。だけど取れへん。すごこれ。おな。見て。うん。見て。色見て。おお、ちゃんと気を見て覚えてたんだって。いそうな気がするね、まだなんて。だって風通しがいいもん。これだよ、木。これがニレの木だよ、うん、ほら、葉っぱニレだ。あぶ、よし、あっち行こう。はい、あっち行くよ。あそこにいるんだけどね。ノコギリクワガタやね。そっちから見てみようか、じゃあ。何回イロハが伸ばしてる。あ、何？伸ばしてる。うん、いいから。何？うん、それ知ってるよ。あれ黒いの。うん、知ってるよ。取らないの。じゃあ順番に見ていこうって。あ？どれ？俺が言ったやつ。どれ？このちょうどいい落とすの丸いやつなんや。黒いの。お、あ、ちょっと待て。あれ？あ、パパ、ママのところにタマムシって呼ば。嘘やろ。お母さん、タマムシって。あ、気をつけ、タマムシ。あ、もうタマムシいたのにさ、お母さんの服にもついたのにさ。来た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 、ほら。ね、名前で呼ぶね。あ、取った取った、待って待って、気をつけ、取って。うわ、すげえ。名前で呼ばんで。山の気をつけて、ささ落ちんなよ。あー、落ちた。もうどこに落ちた。下に落ちた。ダメ、もうエビな。あー、キャンキャンキャン。ここの下に落ちたの。もう消していいですか。いいよ、しかも下に行っちゃった。私の名前呼んだし、自分名前で読むの禁止だよ。はい、はい、何のメスだったの。ミヤマ、たぶんミヤマだと合う。すごい黒びかしてたもん。え、なんか今見つけたやつやろ。わぁ、取れた。入ってない。
入れないじゃん、エリナ。本当や。今日取れたノコギリクワガタです。ミヤマクワガタは残念ながら取れませんでしたね。はい、今日は取れたの何匹でしょう。今日はこの中に潜ってるけど、あとここにもどこだったっけ、うん、こうどこにさあ、あとこの今日さ拾ったのこれだったっけ。おおおお、平田クワガタが今日は2匹。2匹かな。ちっちゃいのもいるけど、オスとオスで飼うと喧嘩するから本当は個別にした方がいいんだけどね。クワガタが全然取れません。ミヤマクワガタは惜しかったね。うん、惜しかったです。2匹いたんだけど、パパの日ちょっとドジして網がね落っこちちゃいました、谷底に。ひっくり返って終わり。